はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、テキーラ。これなんて読むかわかんないんだけど。なにこれ。エル。ジマドール。エルジマドールかな？エルジマドール。ここにね、100% デアガベって書いてあるんですけど。まあ、いわゆる 100% アガベテキーラと。ね。うん。原産国がメキシコ。で、容量が 750ml のアルコール度数が 40%。輸入者がサントリー種類。株式会社と。うん。ちょっとググってみましょう。これは値段が、イオンで買ったんですが、買ってもらったやつ。うん。おばさんに買ってもらいました。エルジマドール。ね。エルジマドール。ああ、エルジマドールで合ってる。の、これは、エルジマドール。のシルバーかな？エルジマドールのブランコ。ブランコですね。エルジマドールブランコ。ってやつです。ね。100% アガベのテキーラは、まあ、未だに飲んだことない。ので、うん。ね、どんなもんかと。いうことで。あれ？まあ以前飲んだ、俺が初めて飲んだテキーラが、サウザ。かな？うん。エルジマドール。うん。まあいいや。多分ブランコ。エルジマドールブランコ。っていうやつだと思います。あら！なんかすごいな。なんかプラスチックだ。ほら。なんか口がプラスチックですね。まあいいや。それじゃあストレートでいただきたいと思います。さあ、どんな感じなのか。乾杯。うん。これは、ん？なんか焼酎みたいな。香類焼酎みたいな。香りがする。あ！あら。すげえ飲みやすい。うん。ほとんどこれウォッカみたいなレベル。ほとんど臭みが、テキーラ独特の臭みがなくて、焼酎みたいです、ほんとに。焼酎のあれだ。宝の焼酎の、純みたいな味する。本当に。まあ、
一応後味が、ね、テキーラの味の、はするんですけど、ほぼ口当たりが、うん。うわ。うん。口当たりが非常に、スッと入ってきて、ウォッカみたい。癖がなさす、かなりないですね。以前飲んだ、なんだ。ね、あのテキーラ。に比べると全然癖がない。全くない。うん。すげえ。うん。うん。これすげえな。うん。うん。ああ、これは飲みやすいわ。全然テキーラっていうさ、テキーラって基本的に癖が強い、ね、系列でしたけど、もう全くもって癖はもう、うん。感じない。特にこれ、ブランコだからね。ブランコ、まあ、いわゆる、熟成されてないやつ。ね。だから、だと思いますけど。余計に全くもって味が。うん。もう全然、癖がない。すげえ。でも逆に癖がなさすぎて、逆にちょっと、なんか面白くない、ないっていうのはあるね。うん。うん。まあ、でも、ほとんどね、焼酎かウォッカみたいなレベルですね、これね。何度も言うけど。うん。ほとんど、焼酎かなんかかな。焼酎ぐらいだな。まあ、せいぜい焼酎、うん。ぐらいの癖はあります。これは。うん。やはりこれはレモンで。違う、ライムか。ライムで、ライムと塩で、をつまみにして飲むのが、うまいんじゃない？ね。多分ね。うん。うん。で、これはブランコですから安いんですけど、2000円ぐらい。これがレポサドとかになると高い。3000円ぐらいになります。うん。ね。そんな感じでしょうかね。うん。うん。アネホとかになると5000円ぐらいになります。やっぱレポサドとかになれば、まあ、それなりに癖が出てくるんだとは思うんですけど。多分ね。うん。なるほどね。これは癖がねえわ。全然。うん。これは、後味以外はもう、口当たりの、入ってくるときはもう全くもって癖がないね。これはすごい。うん。うん。
サウザゴールドに比べると全然癖がない。もうサウザゴールド癖ありまくりだったからね。うん。せめて、あ、サウザシルバーだったっけ。ねえ。かなり癖ありましたからね。ああ。なるほどね。これは、あれだわ。逆にちょっと癖がなさすぎるのが問題になってくるぐらいだ。逆に。うん、でも、100% 使ってるとやっぱり癖がないっていうのは分かったね、逆に。変な、のを使ってたりすると逆に癖が増えるのかなっていう感じはしますね。うん。逆にね。うん。でも、まあ、美味しいですね。全然ね。うん。でも、基本的に1000円ぐらいの、ね、テキーラは、全部 100% 赤べではないんで、やっぱ2000円ぐらいからですかね。値段がね。当然2000円以上でも 100% のやつじゃないやつもありますからね。まあ、そこは、あれでしょうか。うん。2000円以上。これ飲んで、なんか、あれだな。ブランコじゃなくてレポサドとか飲みたくなりましたね。うん。うん。逆にね。癖がなさすぎる。っていうのはちょっとあるかな。うん。うん、逆にね。まあでも、癖がないっていうのはやっぱり、それはそれだけ、ね。まあ、逸話ですけど、逸話かどうか知らんけど、100% アガベのやつは、どっかのサイトでありましたけどね、全くもって癖がなくて飲みやすくて、で、全然酔わないらしいですね。うん。酔いがないと。次の日に残らない。うん。これは美味しいわ。うん。ね。うん。美味しい。うん。このテキーラのメーカーかな？これ。ヘラド。この、作ってる会社が、メキシコ本国ではナンバーワンの販売数量を誇るブランドみたいですね。この会社が。
なんか馬の蹄みたいな、ね、マークの、ところ、そういう会社なんですけど。これはね、俺の2300円ぐらいで、なんか売ってましたけど、その、ここに馬の蹄みたいなのが書いてある。ね、テキーラ売ってましたね。で、それの、いわゆるセカンドラベル。これはいわゆる2番目みたいな。ちょっと、あんまり売れてないレベルのやつですけど。これよかの上があるんですけど。それは、名前がエラドゥーラ。エラドゥーラっていう。これは、あれですね。そういう、会社名なのかな。これが、俺の、まあ割とよく行く、酒屋に2300円で、ね、売ってましたね。これの透明なやつ、ね、いわゆる一番熟成されてない系列の、エラドゥーラっていう。の、プラタっていう。今度これ買ってみようかな。まあそれも 100% アガベの、ブルーアガベっていう。100%。ブルーアガベ 100%。ね。高いやつになると、いわゆる一番高い部類がアネホってやつなんですけど。アネホとかになると、もう大変な値段なんじゃないのかな。多分ね。1万円ぐらいいくんじゃない？アネホ。5000円以上いくかな。多分、やばいですよ。おそらく。ちょっと今、ググりますけど。あ、やっぱりエラドゥーラ社っていうとこですね。これのね、レポサドっていうやつがあるんですけど、いわゆる熟成させたやつね。黄色がかった色のやつ。があるんですが、それよかちょっと、それやっぱ若干高い。若干っていうか、高い。ですね。エラドゥーラ。まあ。俺が見たのはエラドゥーラの、なんか、シルバーってやつですね。エラドゥーラ、シルバー。エラドゥーラ、シルバー。っていうやつを見たんですが、これ結構安めで、なんかね、いいなぁと思って。でもこっちの方が安かったから、まあ 100% アガベだったんで、こっちの方が安かったんで、こっちを買ってもらったんですけど。2000円ぐらいで、2000、いや、楽天だと2169円。安いっすね。
ええ。しかも、かっこいいんですよね、この瓶がね。瓶というか、こう。うん。かっこいいですね。うん。うん。この馬の蹄が、のマークが、またかっこいい。うん。でもちょっとラベルが変わっちゃったのかな？うん。なんかブログで、その、100% のエラドゥーラのシルバー、俺の酒屋で2300円くらいで売ってるところを980円で売ってるっていうとこがあったらしくて、4本買ってるブログの人がいますね。はあ。そりゃ買うわ。980円だったらお前さすがに、あれだろう。さすがに俺でも買うわ。俺でも4本ぐらいは買うわ。980円だったら。そんな安くねえもん、これ。100% アガベのやつが。ねえ、そんな安く買えるっていうのは。ねえ。まあでも、美味しいです。ちょっとウォッカっぽい。口当たりの香りがウォッカっぽくて、で、後味がちょっと、焼酎の、の順に似てる。似てるかな。感じですけど。まあ、普通に美味しい。うん。うん。まあ、少なくともサウザーよりは全然美味しいですね。さすがに。さすがにサウザーよりは美味しい。ただ、ストレートで飲む分にはちょっと、あれかな？やっぱこれはストレートで飲むよりかは、やっぱり、ね、塩、とかね。で、いただいた方が絶対美味しいんで。うん。間違いなく。ね。絶対美味しい。いや、でも、あれだな。ここまで癖がない。うん。本当にあれだね。なんか全然、酔ってこないね。結構飲んだけど。不思議と。全然酔わないね。ちょっと3杯ぐらい飲みましたけど。3杯っていうか。ね。量的にちょっと少ないですけど。全然酔ってこない。うん。これすごいね。でもこれ2000円、これで2000円か。
もう一段階その上の、ね、あの、馬のひづめのやつ、2300円で買った方が良かったかな。買った方が良かったなっていうか、俺買ってねえけど。あの、おばはんに買ってもらったんですけどね。うん。ほんとあの人なんか、ね。うん。なんかいろいろ、なんか俺のこと大好きみたいで、ね。なんか、すげえちょっと、時折怖くなるんですけど。まあなんか、とりあえずなんかいろいろ買ってくれるんで。うん。最近俺が、会社の、ね、人事異動みたいなのがあって、俺ちょっと移動しちゃって、その人とはちょっと別の部署に行ったんで、まああれなんですけど、ちょっと離れてなんか寂しくなったとかなんとか言って、なんかメール来るんですけど、怖いですね。なんか、変な怖さがあるね、あの人ね。なんか恐怖を感じる、何か。完全になメンヘラのその味、あれがあるね。完璧に。ということで、これははっきり言って美味しいでしょ。美味しいとか言う、もう、だいたい癖がないとかいうレベル以上に、癖がないので、なんかね、スイスイいける?だけど酔わないんですよ。で、結局多分次の日に残んないんじゃないかな。ほとんど残ることないと思います。うん。ね、結構甘めですね。割かし甘い。うん。香りはまあ、そんなないか。これ美味しいですね。これ美味しいわ。さすがに。これは四つ星だな。これは四つ星だな。まあこれはまあ普通にストレートで飲むよがやっぱり。うん、まあでもそんなもんか。これは美味しいですね。1334です。うん。それでご視聴ありがとうございました。